普通に上裸で上裸上裸でオープニングとかつってやばい。あ、いいよいいよいいよ。こんにちは。こんにちは。ウィナーズのアザスです。ウィナーズのオンパルパです。撮影にちょっとお邪魔してて、実はね、いや出演していただいて ね、うん、手伝っていただきました。はい、ありがたくね、カメラを回させてもらってね、はい、いや本当にもうぜひ、うん、アザスウィナーズ見てるんで、あ、ありがとうございます。服着させろー。これすごい乳首自信があるんだよね。どういう本当に自信がある。乳首だけは結構綺麗じゃない。じゃ一緒に着よっか。あ、そうですね、はい、着ましょう。じゃ刺すね、刺す刺すちょっと着たい。ウィナーズに関してもうぶっちゃけ運搬にいろんなこと聞きたいなと思って、はい、あ、確かにウィナーズトークね、うん、そうウィナーズトークでさ、運搬が司会してくれてたりさ、はい、はいはい、運搬が語る場面はなかったやん。あー確かに、うん、俺からいろんなこと聞いて運搬が答えてもらえたらなって。はい、いやぜひお願いします。ちょっとナイーブな質問かもしれないんだけど、はい、初手は、はい、アンチコメントだろうね、だろうね、だろうね、うんぱアンチコメントどう思う？いや本当に厳しいよ。痛いとこやっぱ疲れるね、うんうん、とね、リゼムとか、まあ、M 君、まあ、みんな本当にうまいから、うんうん、まあ言われて、まあ、仕方ないなっていうところはあるんですけども、うんうん、前回背番号8を選んだだけでちょっと大炎上しまして。それはちょっとね困っちゃうね。確かにちょっと資源に譲りとかもありましたもんね、うん、お前が8を切るなとか。アザスは77でちゃんと自分の立ち位置分かってる、ウンパは分かってない。確かにちょっと迷った8をするときは、うん、でも資源はずっと42がいいってずっと言ってたから、うん、そこは本当にマジで何もなかったってのは言いたいですね、うん、欲が出ちゃった。その8がやっぱ空いてたから。そう、現役の時にそう、俺ずっと8だったから。ああ、そっか、それはじゃあもう行くよね。そう、ちょ、思いが強かったんだよね、うん、あれで炎上したのはね、ちょっと心きたな。なるほどな。コメントは結構もうやっぱ見る、見るというか見ちゃうだね。じゃあもう動画再生しつつこうパーッと。あ、ごめんなさい、俺動画見る前に俺、うん、コメント見る。あ、そうなの。コメント見て、うん、まずは治安を確認する。で、だからその背番号の、はいはいはい、あの動画も俺あれ1分も見てない。あ、そうなの。もうこなんか怖くなっちゃう。この動画は俺荒れるなみたいなセンサーは働く。そう、そのコメントで、あ、だいぶ俺の方叩かれてるなと思ったら、うん、もう自分の動画も見ない。うん、見ない。いろんなサッカーチームと、はい、対戦させて我々いただきましたけれども、はい、一番しんどかったなっていうのは、はい、どの瞬間。青森山田戦の1失点目、1分も経たずぐらいでやられたと思うんですけど、ヘディングしきれなくてそのままその前途君に左足でバシコンってやられた。 あれマジでなんか、ああそこだったんか。うん、その自分の責任もあるし、なんか山田の圧に押された。メンタル的にしんどかった。メンタル的やっぱ1失点、青森山田1失点目がクソ早かったし、そう、山田がやばってなりましたね。で、まあ裏話じゃないんですけど、うん、ロングスローの前にその善斗君と俺ポジション結構かぶってたんで、うん、よろしくねみたいな、うん、で手紙ちゃえみたいな、そんなあったんだ。で、そうで善斗君がその、いや、うまさん、任せてください、うん、って言った後にミドル決めとれ。いや、そうですよね。それが山田ですから。なるほどね、うん、絶対決めきるからね、山田ね。そうそう、うん、そんなね、手掛けとかない。確かに、だから運搬のしんどかった瞬間そんな時だった、はい、運搬が今までウィナーズの活動で、はい、一番幸せだなって思った瞬間、鹿島学園のと試合した時に、はい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 、試合前になんかその那須さんのミーティングとかがあって、それ終わった後にグラウンド行く時にもう鹿島学園の子たちが出待ちみたいにしてて、あったね。で、出た瞬間にもう、うわーうわーみたいな、ナスカって言ってくださいって、ナスカーって言ったらもう、うわーみたいな。あったわ、あったわ。もうなんか嵐になったのかなって気分になった。あ、本当に幸せだった。どうしてもそのコメント上だと、うん、アンチしかいないから、そうだね、もう俺はそのウィナーズの中ではもう、うん、なんて言うんだろう、もう邪魔的な存在なのかなと思ってたんだけど、はいはいはい、やっぱりああいう反応してくれると、うん、うわ、応援してくれる人もいるんだっていう、ものすごいなんかね、幸せだった。そうだね、うんぱとさ、うん、特に義士、うん、マキ君、うん、その3人はさ、もう、うん、こっち来てみたいなさ、うん、もうすごいパソワーシャー取られてたじゃん、うんうん、思ってた矢先に、あざすちょっと来てよって、うん、鹿島の子も優しい。いや、だいぶ大人気だった、本当に。いや沖縄なんてもう最下位でとか言って。そうだね、あれは拓也君と翔ちゃんがうまくね、みんなみたいな、あ、もう盛り上げてくれたから、そういう一幕があったではあってから、うん、本当にでも優しいね、リアルで会う
みんなはね。ただそういうところが多分好感度上がってる。所作で分かるみたいな。もうめっちゃ息分かるなってきました。あ、なってきたんだ。草サッカー大会優勝して、いや、サンキューサンキューって俺ハイタッチしてるだけで、あの、お前はハイタッチするな。お前は喜ぶな。お前は何もしていない。だから基本的に俺あんまりしゃしゃらない方がいいのかなと思ってますね。いや、ウンバー喋ってなんぼよ。いや、そう、なんかでも、うん、それは間違いないしありがたいんですけど、うん、第三者として自分の自分を見てると、あ、確かにちょっとこれ自分では全然そう言うつもりないんだけど、はいね、動画で見ると、あ、ちょっとこれ確かに切ってるなっていうあるね、感じるんだ自分でも。でもなんか、うんうん、試合前とかは、うん、俺生きらないとなんか自信がつかない。あー、はいはいはい、そう、なんかもう、はいはい、っていうモードに入んないとなんかそのなんて言うんだろう、試合に入れないっていうか、うん、なんかなんて言うんだろう、自信嘘でもつけたいっていうのが俺のもうあれない。それでもうまくいかないんだけど、それやらないと多分もっとうまくいってないから、うん、それがあってちょっと生きちゃうところはあるんですよね。ちょっとこれ最後に、はい、これだけ聞かせてください。恐縮です、恐縮です。ルーティーンだったり、はい、大事な日こうしてるみたいな、成功させなきゃいけない仕事、はいはいはい、とかだったり、もう大事な日に、はい、あ、前日に何か儀式的なことやってんのかどうか、ね、あ、あれ、あ、そう、あります、あるある、あります。前日にリハーサルっていうか、もう妄想するんですよ。会場インして、でアップして、で、試合前ミーティング、で試合して、うん、とかっていうのをもう妄想する。まあ実際サッカーだけじゃなくても大事な撮影とかあっても、そう、俺心配性だから前日にもう全てここはこういうところでこういうことがあるから、こういうことが必要だから前日にこれをやっておこうっていうのをやらないと心配になっちゃう。っていうのは絶対やってます。気をつけてるイメトレとかあるの？死ぬわけではないなって思うんですね、やっぱり。死ぬわけではない。もう死は、死は考えてないんだ。なんて言うんだろう、その例えばさ、うん、めちゃくちゃ大事な試合で先発任された時とか、うん、まあ、最悪失敗しても死ぬわけじゃないなとか、まあそうやな、うん、大事な撮影とか、うん、まあ、滑っても、まあ、別に死ぬわけじゃないって思ってる、はいはい、そうか、死を連想しないっていうのが大事なところなんですね。 うん、それでは本日はこれにて終了となります。本日はご出演してくださりありがとうございます。ありがとうございました。ウンパルンパチームの、チャンネル登録、高評価、 CH 登録ね、 CH 登録そうだ、高評価、あと激励ね、激励を何卒よろしくお願いします。それでは失礼します。一番俺見てるかな、あと毎日見てる、更新されるほんまに恐縮してます。ありがとうございます。バサンキューです。お疲れ様です。